形造の方が余裕で割れた。あー間に合わなかった。冬なん、おお座敷わらしが回復させた。ほんとにやばい。ちょ深い漢方使うしかないって。おい楽勝じゃなかったのかこれ。こんなもん深い漢方全部使ったけど強っこのババア。うわー全て奪ってやるんだよ。結局武士ね結局武士ね。じゃあクリア後の世界、とりあえずビリーズブートキャンプから始まったけど、みんなよくやった。ビートキャンパー俺たちの絆だ。ブリー隊長、なんかブリー隊長も好きになってきた俺。ちなみになんでこいつ周りから見えてんのそういえば妖怪だよね。普通に周りから見えてんの何。実は一番危ないやつか。やっぱ運動って気持ちいいね。夢の発動心ボディ、おい夢の発動心ボディ、さっきそれっぽいやついたぞお前エンディングに。我々はあの奪われを倒してからかなりの時間を夏休みで楽しんだはず。それなのにまだ夏休みは続いています。長い夏休みがあまりにも長すぎます。終わらない夏休み編かこれ。それについては俺が答えよう。説明しよう。あ、冬なん来た。いやケータ元気にしてたか。さすがに仲間になるでしょこれ。あー、おそらくあの地の封印が解けてしまったんだ。あ、無限地獄来たー無限地獄来たー。この世界のどこかにあるとされているが、誰もその場所を知らない未知の場所だ。変わってんのかな無限地獄。だってまさに今の状況じゃないですか。古い言い伝えによると、氷炭池の北に無限地獄の手がかりがあるらしい。あー、あの家ね。家に鍵があると。あ、QR コードなのこいつ。え冬にゃん冬なんて使えないの。彼らとお友達になりながら地道に探していけばいいんです。パッケージ飾ってるやつ使えない。までは健闘を祈る。ポケモンでピカチュウ捕まえれないみたいな感じやん。エンカウントは変わってんのか。さあじゃあちょっと待って、まず確認すること、第一に確認することは、この新バスターズの時をかけるババアはクリアしたことになったのか。これまだなのか。あ、まだだ。時をかけるババア解決して、無限地獄と時をかけるババアやるか。とりあえずん、なんか始まった。一方その頃、あキーン、あキーン、こいつどう、そろそろ起きたらどう？あれ待って、こいつがババアじゃないの。え、あれ違ったっけ。お、プラチナもいるんじゃないこれ。じゃあ、おお、これはまさかの銅が一番上。まさかお前が我らを復活させてくれるとは。とにかく助かった、礼を言うぞ銅よ。あ、こいつババアじゃねえわ。じゃあこれからどうする。もう奪うね様は倒されてしまったぞ。勝手になんかババアの第一形態かと思ってた。これ全ての原因は妖怪ウォッチ。うわー、合体するんだろうなこれ。プラチナ核の伏線でしょう。あまりにもワンでプラチナ核が暴れすぎて心配するのは、まだ手はある。あのおしゃべりの羊妖怪を狙うんじゃ。まあぶっちゃけウィスパーはいなくなっている。これジバニャンもさ、クリア後なんか S ランクのジバニャン出てくるって言われてたけど、使いたいな、せっかくだから。ウィスパーはなぜ自分の能力をかけ続けるにゃん。おかしいにゃん、妖怪は自然体でいるのが一番にゃん。それは、あ、ここで私の力は呪われているのです。ひとたび呪われし力を解放してしまえば、それはそれは恐ろしいことが。なんだか知らないけど、たかが知れてるにゃん。だと、何、能力を発揮してしまえば、きっとまたお別れをしなければならなくなる。どういう能力なんだ。やばい、普通に狙われてるもん、そのまま。ねえ、どういうこと。いひひ、あやつさえ、あの妖怪室さえいなければ、あの子供が妖怪だと接触することない。ウィスパー、わー、ジバニャンごとまた
まあでもこれでさ、あ、ジバーニャンの生きてる頃の姿に戻ったから、ウィスパーの生きてる頃のあれストーリー、なんでそもそも封印されてたのかって話ですよね。悪いやつなのか。なんだ、あ、お前、え、っていうことは誰だ、あの一緒あれ、ケイゾーの大人バージョン、ここはどこにゃん、エンディングで見たやつだ。ん、秀吉、ちょっと待って、どこの世代だこれ。さすがに俺の村正強化されるでしょ。家康と三成だもんな、関ヶ原って。私もいろいろありましてね。ちょっと待って、ここ来たはいいけど帰れんのこれ。おい、俺まだ現代でやることいっぱいあんのに。時をかけるババア、やらせてくれ。だから過去の世界にタイムスリップしてしまった。小早川秀明もう一人あれ、小早川裏切り者じゃねえか。めっちゃかっこいいと思ってたやつ、小早川説。ちょっと待っていきなりすぎるわこれ。ちょ帰りたい、まだ早い。ちょ帰るわ一回、これ帰らせてくれ。帰るべきとこお前か。あ、この方は慶之助様、思い出してきましたよ。慶之助、何やっとん。これがあれ、ウィスパーの力、知ってる知ってる。将軍様は馬じゃなくて牛に乗って戦に行くらしいよ。ウサギに猛突進ってね。間違いあ、なーい。嘘をつかせる呪い。てかこいつもケータの一族か。角に住んでる商人の八兵衛さんは稼いだお金を埋蔵金として山に埋めてるらしいよ。間違いあ、なーい。確かにこれは呪われた力だわ、ウィスパー。こんな迷惑でしかないわ。まさかそれどこの山だよ。あ、また慶之助のホラー話を本気にしそうになったよ。行こう行こう、危ねえ、また騙されたかった。マジでしょうもない妖怪だな、ウィスパー。これで封印されてんの、ウケるなお前。あー、俺またやっちゃった。なんでだよ、どうしちゃったんだよ俺の口。相変わらずだなあいつは、知ったかぶりの慶之助、かわいそう。あー、油断していったら私本来の力が惜しげもなく発揮されてしまいました。このままで妖怪不祥事件、知ってることも知らないことも適当に勢いで言っちゃうよね。を起こす存在、妖怪知ったかぶりに戻ってしまいます。え、あ、そうなの、お前の正体え、本当にしょうもないな。最近の俺なんかおかしい、きっと悪いものがついているんだ。知ったかぶりそのものなんだ。およ、意外に勘違いにゃ。コメ欄にいっぱいいるやつだこれ。エアプロ妖怪か。おめえ何したんだ、お殿様がおめえをお呼びそうだぞ。確かにワンの頃有能だった気がするけど、伏線だったのかこいつが無能なのって。じゃあ伏線回収、こんな嫌な伏線回収ある。そなたが慶之助か、思ってるわけ。誰だこのイケメン、イエスかこれ。いや、家康な気がするな。はい、石田三成。おー、三成だった。くっそ、三成はひげなんて早さん。解釈不一致です。まあでも家康もこんなイケメンじゃない、俺のイメージ。三成側なんだ、珍しいな。三成側ってことは負けるやん。じゃあ時にそなた、幻の力風月丸なるものを知っているそうだ。おお、村正なら知ってますけど。そうなんですか。これもやはり私のパワーによって慶之助様が知ったかぶりをかましてしまったのでしょうか。いや、三成さん、いい話があるんだ。とりあえず小早川の首を切ろう。あいつは先般だ、あいつは言うことを聞かない。やめにゃん、こんなところでまた適当なことを言ったらさすがに切られてしまうにゃん。どうした、まさかこの三成に教えられないと申すわけではあるまいな。三成、え、三成のさ一番優秀な配下って誰なんか家康とかだったらさ本田忠勝とかねいますけど、三成といえば誰なんだ。
その話はこの口は勝手に。秀吉の部下ってイメージしかないからさ、三成って。また？ああ、大谷義次が確かに。バサラとかだとそうだったね。あまりにも格落ち感すごいけど。なんか島左近は秀吉がいた時代に三成と仲良かったってイメージあるけど、どうなんだろう。でもさ、戦国無双とかには出てくるけど、歴史の授業とかで島左近の名前聞いたことないぞ。いんのかちゃんと島左近あれ。俺キャラじゃないよな、戦国無双の。この山を隅々まで探しましたが、そんな刀などどこに。やばいやばいこれ。ケイノスケはまさかその他、私を、我を騙したのではあるまいな。見つかるわけないにゃん。だって最初からありませんから。ていうかやばいです。なんとか申してみよう。実は三成様、先ほど申し上げたことは全くのデタラメでございます。この口が勝手に喋り出しました。そうか、これケイノスケには別にウィスパーたち見えてないのか。おそらく悪いもののけにでも取りつかれているんです。デタラメを言わず恐ろしいもののけ。あ、言った。どうなるにゃ。本当だからね、これ。あれは、ジバニャンはでも普通の猫だから見えてんのか。我をそのような絵空事を信じるうつけだとでも言いたいのか。うどどきものめ！いや、石田三成はマジレスだよ、本当に。冗談通じないタイプだよ。誰？お待ちくだされ。これ、大谷義次、これ。変妙も、本当に、かけらも聞いたことないやつ来た。背後にただならぬ容器を感じます。その国は恐ろしいもののけがついているようです。人にデタラメを言わせると何と言われましょう。この変妙坊が成敗してご覧に。成仏させられる。お化け消えろ、できれば速やかに消えろ、早く人休みしてお茶飲みたいな、冷たい方がいいな、お菓子も食べたいな、甘いの好きだから大福いいな。あーポロリラジマニャン、なんでこいつ妖怪の扱いされてんのに姿猫なの。危ねえ。どうなされました？これは。え、あった？本当に。ここあれじゃん、あの山じゃん、山。大森山じゃん、滝の部分。風月丸なので。いや、石田三成はこんなん使わないよ。石田三成はセンスだろ、センス、お前。センスで戦いを振り回して、謎のビームとか出してさ。でも、戦国バサロの石田三成は、やばい。髪型やばい。白リーゼント。バッチバチにワックスで固めてるから。すげえ刀振り回すんだよ。聞けー、姿の見えぬもののけよ。お前は気に入ったぞ。この場所に取り付くがよい。うつけになっちゃう、三成が。この日から私は、石田三成様にお付きする、いや取り次ぐことになったのです。そうなの、まさかの石田三成。運命の分岐点、どう、こんな感じ。あ、バカ、その石は元の時代に戻るために取っておいた炎。え、どうなるのこれ。おい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 、これで戻るのか。いや、続き気になるな。戻りたいとは言ったものの、こんな中途半端なところで。あんだけ力入った演出があるということは、まだまだ続きは長いんでしょう。いや、ただ、一体何が起きるんでしょう。あいつら、いいやつらだな、やっぱり。どう、仲間にしたい。どう、最も仲間にしたい。それぞれが持ってんのかな。金閣、銀閣、どう。はて、困ったのは、もう過去へ起こる分の巻き戻せきが。いやいや、ほんと昔から銅はうっかりが過ぎるぞい。申し訳ない。で、これからどうする。仲いいな、お前ら。俺、覚えておれ。時をかけるババアは？時かけババア行きたいっす、自分。まあ、一旦これ進めるかじゃん。戦国時代進めるか。何度も話そうと思ったんですが、なかなか決心ができず。いざ決心ができたと思ったら、さっきみたいなタイミングで逃したり、三成様と出会ってからどうなったかまだいまいち思い出していません。だったら我らが思い出すのを手伝ってやろうかい。
いいやつ。あなたたちは金と銀。すぐ戻った、巻き戻石のエネルギー。早速戦国時代にタイムトリップとかどう？また落雷食らうのこれ。毎回毎回落雷食らうのかわいそうだなこれ。何これ、ジバニアンまで送られてんの。うひひ、運命の分岐点まではあと少し。え、それってどういうこと？それが達成された時、あの子供が妖怪王子と出会うことはなくなる。成仏させられてしまうのか俺。ここはまた戦国時代に。てかこの過去の時代のウィスパーの見た目キモすぎる。おい聞いたか、あの物騒な噂。聞いた聞いた、この町が他国に攻め込まれるからの話。もしそうなったら一体ここはどうなってしまうんだ。それは心配だ。でも俺徳川家康嫌いなんだよな。なんか最も平和な世を築いたやつだけど、なんか気に食わねえんだよな。信長と三成は好き、秀吉は普通、なんか家康は好かん。家康うんこ漏らすから、だってうんこ漏らしながら配送、涙目配送、脱粉乗馬配送してきて、一丁前に殿様ずらしてるから、なんか許せん。殿、時間がありません、ご決断を。ここは引くべきか、それとも攻めるべきか。我には決断できぬ。お主たちはどう思うのじゃ。ウィスパーここにいるの邪魔すぎるだろ。ここは早々に退却すべきである。家臣、何言うか、我が軍がおめおめ逃げるの。大丈夫だよお前、あの家康も脱粉配送してんだから、変わらん変わらん。配送しても脱粉しなきゃいい。なんと難しい決断なんだ。わしには決断力が足りぬ。そもそもこんなわしが戦の指揮を取ってもよいのか。なんかこの道なり優柔不断だな。実に簡単なことですね。半蔵とかはいないんじゃない？聞こえてる？俺たちの声が聞こえてんの？そうか、もののけ、お前か。声が聞こえてる？妖力は高いのかな？そうです、もののけデビス。おおって、この状況で退却などありえません。なんだ、ならばどうしろというのだ。どう？この状況ってお前、なんか状況把握してんのか、本当に。そうです、むむむ。そうです。森に火を放ち敵を煙に巻くのです。適当に言ってるねやん。まあな、こちらは風下、火を放っても被害はこちらに及ぶ。おい、もののけ、軍師にでもなった気でいい加減なことを言うな。ほんまにそれよ。調子乗んな、お前。無能が。キモいな、ウィスパー。ウィスパー、キモいわ、普通に。不快だわ。みんな空を見てみろ。南向きに飛ぶツバメは風向きの変化が起こる前兆。山に火を放つのじゃ。何でした？尊厳破壊だ、また。にゃ、にゃ、知ったかぶり炸裂にゃん。運ゲーかますってことこれ。は、これは。は、承知しました。火だ、火を放てー。まあでも絶対嘘を言う呪いではないから、所詮知ったかぶりだから当たる時もあるんだよ。この三成の決断は見事に的中しました。なんかちょっとマジ解釈違いだわ、この三成のキャラ。味方の兵たちが近くの茂みに火をつけた途端、もっと軍師って感じなイメージあるからさ、この頭悪くてウィスパーのおかげでラッキーで勝ってるみたいな。流れ始めたのです。どちらかといったら家康の方がまだわかる。なんと水成様のおっしゃる通り、風向きが変わった。諸葛亮孔明じゃんこれ。じゃまるで、え、マジ水成さん、これは好機ですぞ。え、マジって、やっぱ自分でも信憑性ないことをベラ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 ウィスパー喋ってたんだ。ほんとろくでもねえやつだこいつ。これたまたまにやよね。こんなのじゃ持たないぞ。でもすぐ化けの皮剥げるぞ。いやはや、全く一夜どうなることかと思ったが、いざ戦が終わってみれば我らの大勝利。いやー、めでたいめでたい。これあれじゃない、歴史変わっちゃうんじゃない。三成あんま頭いいイメージない。頭悪いんだ三成って。あの戦国無双の知的なビジュアルでも、確かにあいつ言われてみれば頭良さそうな顔してバカだった気がする。バカっていうか、大体家康の方が一歩上を行ってるから。
一体どこへ行かれたのやら。戦下手なだけって致命的じゃない？軍師において戦下手って。もうしかしびっくりしました。よく私が近くにいるって分かりましたね。なんとなくじゃがわしにも気配で分かるようになってきた。物どけよ、そなたのおかげで勝利をもぎ取った。礼を言うぞ。いや俺さ、なんか普通に褐色キャラだったからさ、エンディングでこいつ見たとき、普通に慶之助が大きくなったとき戦に駆り出されて、そのちゃんと慶之助が死ぬまでのエピソードが描かれるのかと思った。若くして死んだってそういうことって。あ、妖怪ウォッチの世界は60年前に戦が行われていたのか。なウィスウィスペウィスペ妖怪軍師ウィスペにござるですよ。キモいな、なんか。そうか、妖怪軍師ウィスペか。これからも頼むぞ。ウィスそう、ケイゾーだ、ケイゾー。ケイタケイゾーケイノスケね。多すぎ。しかもなんか気づいたらあれなってるわ、ミツナリになってたわ。終わり？これでまた？これ第2章終わり？お、今度はうまくいったんじゃないか？進めたのか、逆に。楽しそうだな、こいつら。新しい軍師を得た三成は姫津の殿様の悪評を返上し。これ実際そうやって呼ばれてたの、三成って。そんな不名誉な異名はあった。適当な即決によってその評判を上げていったのです。しょうもないな。もはやじゃあ知ったかじゃないじゃん、ミスパ。本当に頭良くなってるやん。はあはあ、なんか目まぐるしくタイムスリップして大変だね。完全にジバニャン巻き込まれ事故だからな、これ。ミスベイの生きてる時の姿は見れないのか。ウィスベイか。はい。お前が来てからというもの、何事も判断が早くなったと、わしの評判がうなぎ登りじゃ。うわー、でもこれウィスパーのせいで負けるんじゃない、関ヶ原。今調子乗ってるやん。だってバッドエンドでしょ。だから封印されるんじゃない。わしはな、この命を捧げると誓った主のために戦っておる。秀吉だよね、これは。豊臣秀吉は今も尊敬してるんやん。ジバニャンのことは見えてないの。わしは主の志を守るため命を落とすかもしれない戦に。でもしかし全く後悔はない。それにお前のおかげで今は面白いことだらけじゃん。よかったな、お前。キモ。三成様。で、よし、今回は順調に進んでいるみたいな。運命の分岐点の直前じゃ、どうよ。一気に時間を進めてしまえ。いや、ジバニャンただの猫じゃないでしょ、これ見えてないから。だいぶ進むぞ。もう第2章で終わりそうなぐらい進むぞ、これ。いたたたた、またなんとか元の時代に戻ってくれたみたいですね。確かにこいつ古典妖怪だな。古典どころかもっと昔じゃない？何年ぐらい前なんだろう、あれ。どうさん、またお茶目出ちゃいました、これ。うわ、どれだけうっかりなのだ。今度は時間を進めすぎよって。やれやれ、おかげで今度は運命の武器台を通り越してしまった。まあ、次だな、多分じゃ。どうして啓太に妖怪軍師だったこと話さないにゃん。それが自分でもよくわからないです。思い切って啓太君に話そうこと何度も思ったのですが、確かあの後にすぐ大きな事件が起きたような気がするんです。最終章来るかな。金銀堂、あなたですね。これ回避不可能なのかな、巻き戻せきの攻撃。てかもう銅に持たせんなよ、それ。他のやつが管理しとけよ。なんでそいつが使うの。一番持たせちゃいかんって。事故るぞお前ら。いつ次この雷がお前らに当たるかわからんぞ。さすがのあやつらも今度こそは終わりじゃろうて。ふむ、運命の分岐点はもう目の前。あの妖怪数の選択次第では、あの子供が妖怪を打つと出会うことなく、奪うね様も復活する。そうなるのか。もう戦始まってる。関ヶ原か、これ。また戦国時代にタイムスリップですか。
小早川、俺らが小早川をどうにかするしかない。関ヶ原だ、大敗北をするにゃん。意外とジバニャンが歴史に詳しいの。なんなのこれ、さっきから。三成様が危ない、とにかく本陣に急がなくては。まだ無事だ。こんなさ、和尚さんみたいなやつ、あ、小早川を裏切ってるわ。もうすでにもはや我らの負けです。え、これがさ、本当に致命的な一撃だったのかな、小早川の裏切りって。どれぐらい戦況に左右したんだろう。なんかゲームとかだとさ、誇張表現で小早川が裏切るまでは徳川軍の方が苦戦してて、なんか小早川が裏切って流れが徳川軍に行って勝ったみたいな話なんだけど、そんな一つの軍が裏切っただけで変わるもんなの。この戦勝たねばならん。どうした、策はないのか、ウィスペ。策はあります。エミちゃんから教わったのか、ジバニア。そういうことか。お、さすが妖怪軍師だ。どんな策だ、早く聞かせてくれ。それはですね、なんだ、あ、これは知恵を貸してやろうか。ジバニアの時と同じだ。時を止めて、ということは、じゃあここからが本当に分岐点だ。このままではお前の対戦殿は戦に倒れてしまう。救いたくはないのか。救う、それは救いたいですけど、私にはどうすることも、どうすればいいか教えてやろう。お前の力を敵軍にして発揮してやるのじゃ。将を狂わせれば形勢は揺らぐぞい。私の力を、さあお前の中にある後悔をやり直すのだ。新たな道を進むのだ。やっぱこいつらさ、妖怪側からしたらいいやつだよな。さあどうする。確かに、もうそれが一番戦略としてはいいな。私は三成様を救いまする。まあこれでウィスパーの携帯の忠義心もたかが知れてるってことが分かったね。ジバカスはね、ちゃんと選んでくれたから。俺もとりあえずお前はここで歴史を変更して、俺の元には帰ってこれ。お聞きください、三成様。実は私、妖怪軍師なんではありません。私の本当の名前は妖怪知ったかぶり。私の申すことは何の確証もなく、妖怪軍師として窮地を救う力などもとよりないのです。この三成を騙してきたと申すか。はい、これまでいろいろとうまくいったのは三成様の持って生まれた強運のおかげです。そして最後にあと一つ、三成様に聞いていただきたいことがあります。この妖怪軍師ウィスベイが考えた最初で最後の嘘偽りのない策、こうなったら全責任を取り、このまま敵軍へ行って、嘘偽りのないっていう嘘をいきなりついてる件について、え、私の力で敵を惑わせます。私が考えました。私が知ったかぶりの力で敵の判断を狂わせてまいります。そこを攻めてくださいませ。では行ってまいります。これで歴史は動く。誤った方向へと。もうよい、三成さん。それをやっても何も変わらんのであろう。すでに戦は消しておる。いや、それでもウィスパーの力なら、じゃがわしは最後まで戦うと決めておるのじゃ。わしには分かっておる。わしがなすべきことは勝つことではない。この意志を歴史に刻み、後の者へと残すことなのだ。さあウィスベ、わしに勇気をくれ。これまでのようにな。かっけえ三成、こんな熱いやつだったのか。なんでこんなキモい呪いのかけ方にしたんだろうな。聞けー皆の者、勝機は大いにある。なぜなら先ほど飲んだ茶の茶柱が立っておったからじゃ。間違い、あ、なーい。これが最後の言葉になったのか。我々はこれより最後の出陣をする。これは石田三成自身の決断じゃ。優柔不断な三成の最後に背中を押したのか、ウィスパーが。じゃあ長きにわたり騙して申し訳ありません。いや、確かにこれ周りのね、家来たちも分かってるんだろうね。おかげで楽しき人生であった。もう敗北は決していることは分かっていて、最後まで三成様にお前は迷いするというところで、進まねばならぬことを教えてくれた。わしの行く道を照らす光じゃった。私が光？
しかし一度そなたの姿を見てみたかったの。姿が見えてるわけではない。もののけとはどのように恐ろしい姿なのか。声だけ聞こえてんのか。意外とつるんとしております。そうか、つるんとしておるのか。わかった。声もめっちゃかっこいいし、これアニメで見れるんだ。へえ。達者でな、ウィスベ。普通に感動しそう。悲しき過去があったんだね。なんでこれで封印されたの、こいつ。一応罪を償ったのか。関ヶ原の合戦にて石田三成は敗れ、その一生に幕を下ろすことになる。ジバニャン、どういう気持ちで見てんだこれ。その人生にあるものの手が深く関わったことは記録に残されてはいません。かなり重たいストーリーだったな。妖怪軍師ウィスベイ、しょうもねえの始まったと思ったらめちゃくちゃいい話だった。切腹みたいな感じ。次どうしようかな。うるさい、この計画はもうおしまいじゃ。別の手を考える。あぶねえ。ね、これ三成が生き残ってたら生き残ってたでどう変わったんだろうな。まあ、戦には負けたんだろうけど、あいつ一人生き残るぐらいいいじゃんね、別に。あんなの見せられた後にさ、ろくに人の話ちゃんと聞いてくれないケイタ君のお世話してくれる？ウィスパー。人としての器が違すぎるんだけど。あ、ここは。石田三成から、ケイタ君ちょっと格落ちしすぎじゃない？おや、ジバニャン、その手に持ってるものは一体。にゃにゃ、お守りだにゃん。どうしていつの間に。お守り？誰かのあれか？最強アイテム？伝説のお守り！これあれいないかな？三成の妖怪いないかな？三成とか言って。な、内緒ですよ、ケイタ君には。にゃ？結局、言わないんだ。うわぁ、これ、でも、3とかバスターズとかさ、こっから先の作品でウィスパーが出てきても本当に何も言うこと信用ならんな。じゃあその声はウィスパー。ねえ、どこにいるの。なんならリストラされそう。これ以上掘り下げれないし。ケイタ君がこの私を。それはつまりこの頼りで妖怪室の出番ってわけですね。ガチ最強装備なんだ。まあ、そりゃそうであってほしいわ、こんなの。ジバニャン、ちゃんと扉から出てきた。妖怪バット貸してよ。パッドだけでいいからさ。お、バスターズする？バスターズ。こういう話をさ、クリア後のサブクエとかじゃなくてさ、あのストーリーであったクソしょうもねえ台風の話とか、これにするわけにはいけなかったのかな。うわー、呪われた言葉が刻まれた袴、素早さプラス80、やばくない？え、バカ強いやんこれ。もう一個あったよね、伝説の指輪。あ、これお守りか。守りプラス50。え、守りプラス50よりもこっちの方がやばそうだけど。え、これ弱いの？これゴミ装備なのこれ。え、こういうのこそオロチにつけるんじゃないのこれ。サボりやすくなる隠し機能があった気がする。まあそれは大桑の神でね、打ち消せるんですよね。なんかいるけど、すいません、ケイタさんのお宅ですか？そうだよ。じゃあ妖怪郵便のものです。ケイタさんお手紙です。名前が書いてなくて誰が送ったか分かんない。それは気味が悪い。こいつちゃんと働いてんだ。ゲラゲラツアー旅気分レベル高っ。ちょっと怖いけど受け取るよ。本来のクリア推奨レベルってどんぐらいなんだ。なんか俺レベルじゃなくてパーティーのマンパワーでご利用したから絶対適正レベルにはいってないんだよな。メインコンテンツだなこれ。そんな重要なあれなんですか。何ケイタ様、ご当選おめでとうございます。妖魔特急で行くゲラゲラツアー、厳選なる抽選の結果見事当選。やったー。あ、妖魔特急パスだって。うおー、お前がやったのか。応募は一人一回まででしたからね。うわ、ポケモンカードの抽選みたいなことしてる。それでどこへ遊びに行くにゃん。
ゲラゲラ奈落リゾート妖魔界、チケットを物を持つ者にしか見えない妖魔特急乗っていく。あ、エンディングであった電車それか。黙れ島野郎が。怖っ、急に切れる。向こう谷駅は小日向駅の隣、夜限定ね。マジでやること多すぎだろ。ちょっとおい、何からやればいいんだよ。お、ゲラゲランド行きランク D 電車。何これ、これランク D でいいのこれ。いや、ランク A とか乗りたいけど、まあでもなんか面白いから乗っちゃうか。一旦乗っちゃうか。うわ、 D ランクの雑魚どもが詰め込まれたらやだ。え、なんで俺こんなしょうもないやつらと一緒に肩並べなきゃいけないの。 S ランクなのに。待って、右奥にあいつは言われたやなことなんだけど、本当に楽しいツアーになるの。おい、知ったかぶりよお前。車掌さんを探して事情を聞きましょう。君は道があるから当選もする。まさに当選もこそ俺の生きがい。全然通してくれてんだよな。え、なにこれ、社長さんかわいい。ブレーキハンドルが何者かによって盗まれた。この中に容疑者がいるのか。じゃあ題して、ブレーキハンドルが消えた妖魔特急密室不詳案件。こんなんわかるだろ。どう考えても行き止まりにこうやってね、ありとあらゆる手段を使って物語を先に進ませないやつなんてもう一人しかいねえだろ。当てるわこれ。まあ、まず当選も違う、これ違う、わからん、こいつら、こいつわからん。漏れ像は絶対違うでしょ、漏らしちゃうから。リュウくんだね。後ろの車両、大きな舌を出していて古典妖怪ではない。そしてドタバタと走って逃げていった。もう舌出してるやつでいいだろこんなもん。こい、え、そうだろう。お前はそんなことしないよな。お前ダリーからそんなことしないよな。なんだよお前はよ、話しかけるなよ。いや違う、嫌いよお前じゃない、お前だろ。え、大事だな。いやいや、間違いない、ケント君。カリパックンが物をパクったなんてそのまますぎるでしょ。私の推理が正しく、こういう犯人っぽいやつだと意外に犯人じゃない。よし、よかった、嫌いよ疑わなくて。嫌いよ疑わなくてよかった。はい、あいつドタバタ走れるよ、嫌いよ。むしゃくしゃしてたから、つい。それがよ、あんなに楽しみにしてたのによ。ギラギラ七クリゾートの入場券をなくしまったんだ。フックから何で噛み出してる。え、あ、入場券だ、見つけてくれてありがとう。なんだこのくだらねえイベントは。暴走待ったなし。ポッポー、うわ、なになに、たぶんあれが運転手ですごい怒ってるみたい。え、俺じゃないよ、俺の鼻毛出てないよこれ。ちょっと待って、違うからこれは。さてお前ら、ちゃう待って、回復も何もしてないんだって。いやでもレベルアップしたから前方のやつらは回復してる。え、雑魚であの強さって思うと勝てる気ないんだけど、これ。一旦なんか全員取り付かれてる。ちょっと待って、避けられてる。なんだ、何された今。一回お払い入れるか。ちょっと後ろのやつら、イザナミだけやばい。体力、イザナミは、まあ、タケノコでいいか。タケノコ食べーの、キリーのやばい。イザナミ以外なんか終わってる。これイザナミが鍵握ってる、これもしかして。お、しかもイザナミが鍵になったの熱い。これ一角がボコボコにされるパターンだこれ。なんだ技攻撃で力の量増えた。今俺お祓いに集中してるから上画面見れねえんだよ。舌
下画面にミスディレクションされてる。なんだ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 。次から次へと。連打連打連打。どこだどこだ、あったあった。いやもううぜえから技打つぞこれ。とりあえず技打っていいだろ。ナイス。勝った。今までのやつと比べ物にならないぐらい硬い。ちょっと先こいつお笑いして。多すぎだろ鍵。ナイス回復で、多分ね、オロチ解放したからこの構えにしたい。この構えが一番強いで、一番ブシリアン回復、まあ、これで一旦落ち着いたか。狙える場所はこれも狙えるのか。これ、この辺ゴリ押すしかないか。これでも絶対レベル差的にギミックを解除しながらじゃないと戦える気がしない。ついに俺もギミックを攻略する時が来た。いって全然残ってんだよな、まだ。うっせぇ、何が起きてんだこれ。はい、これでまずどこにダメージが入るのか、全体がどこなのかな。あー、いやでも真ん中しかないな。大爆発待ったなし。止めろ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 、それは止めろ。ギリギリすぎ。ちょ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 もう無理、パニック。もう俺パニック。もう無理っす。もう意味わかんないっす。いや、ギミックはね、ギミックをどうにかしたいって思いながらも、あの、やることが多すぎて、はっ、やることが多すぎて、ギミックを理解する、まず、はい。狙って確認してる余裕がないんだけど、何もかも追いついてないせいで。でもなんかさ、いいとこまで来てんだよな、結構。実は。やばいって、やばいって。やばい、やばい、やばいって。マジやばい。いや、俺、ここまで来たら勝ちたいんだけど。いや、火力的に武士にあんだよな、これ。いや、勝てー。誰が、イザナミ。赤い漢方使うか。もうこれで終わってもいいっていうぐらいの覚悟でいく。これちょマジさ、一番最悪考えられる限り。アイテムこんだけ使って、あと相手の体力ミリで。いや、でもなんかゴリ押しであそこまで行けたって考えたらギミック分かればいけそうだな。よし、とりあえずまずはギミック確認。これ光ってる？これここにあるやつとこのハンドルだよね、これ。まあ、これがなんだよって話だけど、まあ、今は関係ないのか。技攻撃で力の燃料が増えた。光ってる。わかった。わかった。天才かもしれない俺。初見で見れたぞお前。さっきあの下画面に夢中でこの一番最初のムービー見てなかったのが先般だわ。こんなムービーさっき流れなかったもん。ちょ、痛い痛い痛い、十分痛い十分痛い。
十分すぎるぐらい痛い。あー、妖怪ウォッチってこういうゲームなんだ。ただご利用するだけのゲームじゃないんだこれ、妖怪ウォッチって。俺の知らない妖怪ウォッチ始まったわ。でも余裕できたらお祓いしに行くみたいなね。余裕ができたらお祓いする。でこっちから攻撃しなければそこまで急に溜まるもんでもないと。いいねいいね。で攻撃が溜まってるからここを続けていけばいいと。いやまあこれあと時間との勝負で。これが痛くない。いやこれはいけただろ。なんかギミック理解したら簡単じゃねえかよお前。推理ゲームかこれ。レンコン教授じゃんこんなの。言ってしまえば完全にレンコン教授だった。ただのはい、下げて下げて下げて。小学生にはできねえよこんなの。レベル99まで上げなきゃってなっちゃうよ小学生で。ここでもうイザナミビッグウェーブで終わりでしょ。なるほどね。え、おもろ。あっぶね。ちゃんとイザナミ活躍したやん。しかもはい、いやいいな、やりごたえあるな。こいつの方があの世界を全て奪うよりもよっぽど強くて笑った。だから俺たちは泥棒じゃないってば。え、私たちはブレーキハンドルを取り戻しただけ。それはケイト君がわざわざ持ってきてくれたんですよ。それはすまない、ついカットなっちまった。やばい、あと3分で俺の枠が消える。そのブレーキハンドルって性格をブレーキするものだったんだ。はい、じゃあこれで一件落着ですね。セーブできるところまで行かせてくれ。あ、そういえばもしかして翔さん自分が怒られるの嫌だから。目的地に着かないと困るのはお客さんですから、お客さんに身代わりになってもらおうなんかなーなんて。とんでもねえやつだ。入場券ゲッチ。あれ、なんかいる。マオくんいる。後ろのお化けくんも元気そうだねって。こいつ、あ、妖魔界再びやって。いけるってこと、もしかして。妖魔界の妖怪たちが何かを奪い合って喧嘩をしている。そうか、言われてみれば2で妖魔界行ってないのか。え、でも大丈夫だって、俺には妖怪ウォッチがあるから。え、逆にあいつ仲間になんない。イカ仲間になんないか。よし、それじゃあ妖魔界に行こっか。こっちはこっちでまたクリア後のストーリーがあるんだな。いや、ちょっと待って、その前にガチャ引きたいんだけど俺。一旦ガチャから入りたい。マオくん絶対2で絡んでくると思ったのに何にもやってこなかったなこいつ。お、出た、フーミン。フーミンなんかスカウトに便利なんだよなこいつ。相手の全ステータスダウンだから取り付き役として。すっごいキモいやつ捕まえたんだよな俺、取り付き役。なんかガチキモいのね、たまたま捕まえたから後で見せるわ。ちなみにマオくん対戦最強。マオくん対戦最強なの。美脚いるんだが、ちょっと一回変えたいっす。したら、え、これ何で出るの。オレンジだよね。6回引けるから。でもさすがにドキドキコインとかのがいいのか。いや、これワクワクコインはゴミなんだよね。まあ、ドキドキ全部使って2回オレンジか。いやー、まあでもドキドキやりたいよなちょっと。いや、今日はじゃあドキドキ4回普通のオレンジ2回でいくわ。普通のオレンジのさ、特別なコインじゃないやつで星5が出る確率ってどんぐらい。言うて多分 10% とかでしょ。おいケン、いや神経験値玉とかでも全然いいんだよ。あー、なるほどね。裏キュンタ2体目来た。今までかつこんな引けたことがあるでしょ。お、黒黒黒黒黒黒。あ、お前かい。ま、運はいい。これは白だよな。おい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 、ちょっと、おー、藤見御前来た。おかえり。え、藤見御前でかくね。藤見御前、おい、これ攻撃当たるんだよね絶対に。後ろにいても外さなかった攻撃。いや、これ2は育てるでしょ藤見御前。え、もういらないこれ、アゲアゲハアゲアゲハいらないっすかこれ。おい、キン、
やばいけど今日。うわぁ、ふさふさんだ。進化後とか出るんだこれちゃんと。ふさふさん、ふさふさん。でこれで残りのオレンジコインから 5% のヤモリ引いて終わりか。はい、次の声。さすがに牛タン格落ちしすぎだろ。ちょっとコインによってバグれ。もう十分バグってるんだけど。バグれ。赤かー。逆に運いい。ちょっとね、今俺が裏で捕まえたあれを見せたい。あ、俺ね、あとね、ちょっとみんなに見てほしいものがあるんだよ。なんか用途がわからないものがある。とりあえず妖怪メダルで、キモいのは、これです。これやばくない？え、なんかさ、普通にフィールドにいて戦ったら一発で仲間になったんだよ。花保人。でも取り付くが必ず成功するって書いてあるから、捕獲要員として便利なのかな？行動不能だし。人権最強。こいつ最強なの。で、てか最後 S なのかこいつ。不死身が避けることができなくなるで、死神ぶったたく。あー、やっぱアタッカー兼回復もできますみたいな感じだなこれ。でプラスアルファでちょっとね、見てほしいのがあるんですけど、なんかとある QR コードがツイッターで送られてきたんですよ。僕がなんか子供の頃やってたあれなんで、よかったら使ってくださいっつって。それでさ、なんか何個か QR 読み込んだんだけど、これ入ってたんよ。これ何？これ。これと、この土の子の歯車と人面犬の歯車入ってた。これなんすか？これどうやって使うんすか？あ、ゲラギランドで使えるんだ。これは？歯車は？あ、ちゃんといいやつなんだこれ。おお、ありがてえ。何？え、待って、一番怖かったんだけど今の何？今の何？鱗滝？うわあ！は？おい、ウィスパー説明してくれ。知ったかぶりでいいからこれ。怖いって。こ、怖すぎだろ。一番怖い、すべてのイベントの中で。何これ、え、治んないのこれもう。俺ちょっと、あ、治った。鱗滝さん、でもこれ全部答え分かったらそんな運ゲーじゃない。おい、遠くなってくれよ。決まってんのかな、なんか最初の方ってもう何メートル地点までしか行けないとか。前だって2000メートル超えた瞬間で、今日3000メートル超えた瞬間だから、なんか上限があるのかな。お、なんかさ、あ、待って待って、話しかけれる。おい、延々トンネルの。おう、え、しかもなんかちょっと可愛い見た目してない？泣いてるけど。ああ、なんだあいつ、くっそ怖いねるけど。え、うわ、両方気になるな今の。やば。